こんにちは、粟田洋介です。今日は2010年の11年前ですね。ちょっとインク画を見つけちゃったので、これをちょっと紹介したいと思います。2010年の作品ですね。この頃はジプシーミュージックにすごいハマっていて、で結構楽器とかが出てくる作品とかを描いていました。作風も今と全然違いますね。これはケント氏のスケッチブックに書いたものです。これは縦ですね。ついでにこれはアクリル画なんですけど、白黒で双子というタイトルです。これは白黒の謎というタイトルです。これはネズミバンドっていうカラーのアクリル画です。これは三つ子男という、これもアクリル画ですね。これはヤギのワールドミュージックっていう、これもアクリル画です。これは日だまりというタイトルです。これもキャンバスシートにアクリルです。これクールビズというタイトルで、僕がクールビズを着ています。別にもね、クールビズと同じタイトルの絵があって、これはね、色鉛筆とペンと色鉛筆で書いてあります。クールビズですね。これは無題です。
2011年の作品です。で、これも2011年の作品です。タイトルはないですけど。ちょっと今までしまっていた作品だったので、なんか久しぶりに自分の過去の作品見たんですけど、ちょうど2010年頃の作品って、作風の変わり目って感じで、2010年、11年ってまた12年ぐらいでまた少しずつまた作風が変わって、今では全然違う作風を書いていますけど、なんか過去の作品見るの恥ずかしいの、ちょっと未熟だったなって部分もあれば、なんかすごい今より自由な部分もあるし、今では思いつかないような発想で書いてたり、なんかその時その時変わるんで、10年ってすごい長い年月だなと思います。こんな風にしまってあるのが出てきたので、ちょっと見ていきたいと思います。ちょっと恥ずかしいから全部ちょっとお見せできないかもしれないんですけど、ちょっと一部見ていきましょう。2011年ですよ。なんか今全然違う作風なんですけど、これね、これはね、何にも書いてないんで、ファイル一緒に入れてたんで、多分2011年のものだと思います。今と作風が全然違いますね。これは細いペンと色鉛筆で書いてあります。こんなのが出てきましたが、これはね、エッティっていうオンラインショップのバーナーなんですけど、この頃エッティやってて、エッティでは何にも売れたことがありません。そんで、これもまたエッティのバーナーですね。結構しつこくやってたんですけど、もうやってません。で、デザインフェスタといえば、こんな招待状を作りました。これ一応キャンバスにアクリル絵の具で書いてあるんですけど、こんなの作って招待状で出してたことがあります。こんなレターセットを作りました。これが裏と、なんだろうこれ。このぐらいの便箋にこれ小さくして、で、これ線入れて印刷したんだと思います。これもカタツムリに、これ便箋。これちっちゃいのに多分線引いたんだと思うんですけど、なんかこの頃の作風です。今の時期のレターセットですね。いつ書いたんだか本当わかんないよ、これ。今度これはね、正真正銘の2011年です。これはね、夏の初中お見舞いのハガキです。これが2012年1月1日って書いてあるから、これも2011年の時に書いたものです。アクリル絵の具で書いてあります。お正月の年賀状ですね。これ、法名帳の横に置いてあった紙ですね。これもそうです。連絡先を書いてくださいみたいなやつ。これはね、全部のあれじゃないんですけど、この絵札ですね。いつ書いたんだか全然覚えてないです。色鉛筆と何だろうこれ、マーカーかなんかで書いたのかな。ちょっといつ書いたかっていうのはね、もう気にするのはやめましょう。これは色鉛筆で書きました。釣りの絵ですね、これポストカードかなんか作ったんですね。今私ポストカードって作らないんですけど、多分10年とか11年前、引っ越しした時の引っ越ししましたのカードです。これは今しか描けない絵っていうのもありますし、まあ技術的な面だけじゃなくて、まあ私のさっきみたいな10年前に描けた絵と、20年前に描けた絵と、30年前に描けた絵と、今描ける絵と、まあきっと10年後描いている絵も違うかもしれないし、同じかもしれないけど、まあその時に今の2021年の絵を見た時に、さっき2010年とか11年の絵を見たのと同じような気持ちで見るのかもしれないですね。で、なんかいつも思うんですけど、今描ける絵は今しか描けないし、今思いつくことは今しか思いつかないし、なので、まあ絵描くだけじゃなくて、私は今やりたいと思ったことはなるべくやるようにしています。ということで今日は2010年、11年の絵を、まあ他にもたくさん絵描いたんで、まあほんの一部だったんですけど、ご覧いただきました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。